です、あ、そうきです、ここ愛していますよと甘い言葉の上に一人暮らしの寂しさがあった。寂しさゆえに愛が芽生え、お互いをして愛が終わる別れの歌にはここでいなどと届けてみせるのもこれで最後です。同じような顔になってますよ。恋はいつも巡り巡って繰り出しよ、いつまでたっても恋の矢はあなたの胸には刺さらないよ。長渕剛でした。今日はね、函館に来て一つ勉強になりました。モノマネっていうのはやっぱり誰のマネをするか言ってからやった方がいいなって。はい、誰のモノマネだっつっての。言ってからやった方がいいね。あのこちらの方は分かってましたよね、福山雅治さんだなって。あのお母さん、誰があれ。言ってからやった方がいいな。じゃあ、 あの次言ってからやります。次はですね、私がモノマネ王座決定戦で初めて、モノマネ番組に出場させていただいた時のモノマネが私、尾崎豊さんでデビューさせていただきました。尾崎豊さんといえば数々の名曲がありますから、パッと手を挙げた人にリクエストをいただきましょう。はい、あちらの男性の方、え、豚次は、フォーゲットミーノット、卒業、卒業いいね、オッケー。じゃあ、フォーゲットミーノットと卒業、拍手が大きい方いきます。いいですか、フォーゲットミーノットがいい拍手。ああ、結構いいです。卒業がいい方、これはもう、確定でございます。お届けしましょう、尾崎豊で15の夜。今日明日ずっとばかり見てる直行するビルの上でさ、ただかない夢を見てる。音ずれてるね俺。しゃがんで固まり強むきながら、心の一つも分かり合えない、やたら立ち上げる自分の存在が何なのかさえ分からず震えて、みんなで見せて
すぐにやれ。どうもありがとう。ありがとうございました。ありがとうございます。俺が歌ってる時にさ、こっちの方の方が歌うからさ、ずれてっちゃうんだよなんか。ありがとう。はいはい、ありがとう。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 さすが、ありがとうございます。次なんだっけ、忘れちゃった俺も。メロディーだって。私ですね、本当に SNS っていうのをやり始めた時に、まさかのまさかで、僕始めた時の目標っていうかね、松浦航大君とコラボしたいなと思ったんです。本当にそれがきっかけで YouTube 始めたんです。そしたらまさかの路上ライブに乱入してきたでしょ。見ました、見たっていう方、すごい男ですよ彼は。僕の中じゃミスター乱入マンって呼んでるんですけど、いや本当にあそこからね、本当に僕は松浦航大君に助けてもらって、で今回まさかのこの函館二人で呼んでいただけるなんて、本当に皆さんのおかげです。ありがとうございます。そんでね、僕はいろんなアーティストさんがいらっしゃいますけれども、僕が一番大好きなアーティストさん、玉置浩二さんの名曲メロディー聴いてください。あんなの好きだった君がいたこの街に、今もまた愛好きなあの歌は聞こえてるよ、いつも優しくて少し寂しくて、あの子もなくて、それだって
肉屋のメロディーの泣きながら僕たちは幸せを君のこと忘れたいよのいつだって楽しくやってよメロディー泣かないで気持ちが入ってきました。いろんなね、私もこの6年間いろんなことがあってね、なんかこんなたくさんの方の前で歌えるなんて、もう一度歌えるなんて思ってなかったんでね、感極まってしまいました。ありがとうございます。まあモノマネ界っていうのはすごいですよ。まああのモノマネ界を作ったあの四天王、私の父あの清水明、そしてコロッケさん、 BG4、栗田寛一さん、あの方々がモノマネ界っていうのを作って、その次世代で作ったのが原口雅昭さんとか秋葉さんとか、ミラクルひかるさんたち で、その後、まあその後ぐらいに私とかがこう来て、そんで青木隆二さんがいてね、あの人どこ行っちゃったんですか。そんで今は松浦航大君がねモノマネ界っていうのを背負っております。そうだからね、今青木隆二さんがね今モノマネの活動をやってないから、これはチャンスだと思い、私がやりましょう。美空ひばりさん、愛さん、呼んでいただけるように私も SNS、 そしてもうブレイキングダウンはいいかなと思っております。また呼んでもらえるように頑張ります。本当に今日は皆さんありがとうございました。
今船出が近づくこの時にふと片隅私は振り返る遠く旅して歩いた若い日をすべて心の決めたままに愛と涙と微笑みに溢れ今思えば楽しい思い出よ綺麗だ君に告げよう迷わずに行くことを全て心の決めたままに私には愛する歌があるから信じたこの道を私は行くだけ全てはここに私には愛する歌があるから信じたこの道を私は言ってもらっていいですかアンコールどうしようか迷っちゃった着替えるか皆さん今日いかがでしたか楽しかった人松浦航大清水ルートの待ってたよっていう人最高だぜっていう人もうお前捕まんなよって思ってる人最高俺今日歌い忘れちゃってたんでやっぱ夏といえば誰チューブだチューブだ何がいいあー夏休み行ってみようかここ
ましょう。来たミスター乱入マン、乱入しに来ました。松浦孝太君、サルトルで帰ってきました。そして亮太郎さん、素敵なマイウェイでした。いや本当にありがとうございます。なんかね、感極まっちゃった。うん、素敵なマイウェイでした。なんかね、はい、孝太君と YouTube やりたいなってマネージャーさんと話してたら、うん、すぐできちゃったでしょ。はい、あのすぐね、なんか実現して、はい、でまさかこんななんかたくさんの方々の前で、うん、もう歌えるなんて思ったら、なんか感極まっちゃって、はい、もう頑張るよもう頑張ってくるんですね。いやでもやっぱ新宿駅で路上してた時に、はいはい、わこれ行こうと思って。嬉しい ね YouTube で乱入の企画させていただいたんですけど、はいはい、やってみたね。すごいバズったよね、はい、すごいバズってた。あれ、またちょっとそれを起こしに来ました。また乱入しに来たってこと、はい、ミスター乱入マン、ミスター乱入マンなんで、おぜひ今日は、はい、二人のコラボと。いやでもさ、ちょっと待ってよ、はい、夏の何か俺今、夏休み歌おうとしてるわ。あ、夏休みできんだっけ、チューブ。いや、チューブ、え、夏の少女できないっすけど、うん、あの YouTube、はい、見てたらですね、はいはいはい、松山千春さんと、はいはいはい、あ、チューブ前田さんがコラボしてる映像があるんですよ。知らないですか、見たことないですか。これね、皆さん一回見てみてください、うん、そうね、まあ、ちい様がね、松山千春さんが結構そのマイペースに歌われてですね、そうそう、ああ夏休みちょいと音に疲れてるの遅いのよで、ま、ちょっと調子入れ合わすみたいな。あれ前田さんも大変だったと思うよう大丈夫かこの人と思って一緒に歌ってたのそうするわけですけど、じゃあそれを今日実現する、ちょっと今日やってみましょう。それいいね、いいね、はい、じゃあ行ってみましょう。チューブ前田さんと松山千春さんで、はい、あ、夏休み、はい、みんなで踊ろうか。こっちから小様はこうなるんだよ、もう。そうだよね、小様に忠実にいたんで僕は、はい、もう一曲いくじゃん、いけますか孝太君さ、はい、俺ちょっとお願いがあるんだよ。え、なんですか、なんですか。あなた最近さ、はい、長渕剛さんやりだしたよねいや、ちょっと、はい、俺見たよ、はい、あ、そうです。でもね、はい、あの僕、モノマネって正解がないんですよ。で、俺ね、孝太君が長渕剛って YouTube で見て、はい、嘘だろと思ったの、はいはい、絶対できないと思ってたの。でもね、いいとこついてんだよね。いやいやいや、ちょっとね、いや本当に本当に俺勉強になったの本当に。い
俺の長渕さんって結構かなり系なのよ。はいはい、でもなんかさ、昔のあの CD の長渕剛さんをやるじゃん。CD の。そうですかね。あの今の若い方って CD って知ってるんですか？ CD は知ってると思います。CD は知ってる。CD は知ってる。コンパクトディスクっていうね。あ、そうか、そうか。コンパクトディスク。本当そうです。今もうこんなになってきちゃったもんね。いや、そんなコンパクトなんじゃないですか。はい。いいね、俺たちなんかあのお笑い芸人みたいなのもできそうだね。できますかね。リサガガ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 ウォーあの CD もこんなコンパクトになってきたよね。なってねえよ。萌えはどうもありがとうございました。それで俺あのモノマネ番組とかでさ、はい、あの本人登場みたいなやつあるじゃん、はいはいはい、あれを今日実現最後にさせたいの。あ、マジ？じゃあ次乾杯ってことですか？そうそう、乾杯やって。いや、ちょっとでも俺が本人ずらして出てくるっていうのがいいじゃん。あ、でもそれだったら助かるかも。僕結構その、うん、最近やり始めてて、うん、ちょっと自信はそんなないんですよ。いやいや、俺いいよ、すごいいいと思うよ。あ、本当ですか？うん、グーよ。でも陽太郎さんに声って言ってもらってるからちょっと自信持ってやろうかなと、うん、思います。じゃあ最後はこの長渕剛さんの乾杯で、はい、みんなで終わりましょう。はい、オーケー。じゃあちょっと俺すぐ準備するから。わかりました。本人だと思って見てよ、みんな。オーケー。では、松浦航大一人になりました。皆さん楽しんでますか？それではね、ちょっと新レパートリーなんですけど、まあ本当ね、モノマネ業界駆け出しというかね、まあもうモノマネでテレビ始めて まだまだ 4,5 年の人間なんですけど、ちょっと今日は長渕剛さんの乾杯を皆さんと、共に乾杯という意味を込めてね、歌いたいなと思います。それでは聴いてください。乾杯。
最高だよ。最高。楽しい。何より楽しいです。最高だよ。MC さん入ってくる予定じゃないのここで。あ、そうなんですか。私はこちらでひっそりと見守らせていただこうと思います。はい。なんかお写真を撮るとかなんだとか。そうです。よろしいですか。いいよ、はい、はい。ありがとうございます。それではこの後、コーデさんとリョータさんと一緒に会場の皆様と写真を撮らせていただこうと思いますので。集合写真ね。はい。はい。俺だけ恥ずかしいんですけど、格好が。大丈夫、大丈夫。はい。では。コーデさんとリョータマさんはカメラの方一緒に向いていただいて、皆さん今日一番のいい笑顔で写してもらいます。運営スタッフもどうぞ。3日間みんなで一緒に頑張りました。3日間ね。はい、最終日ですよ今日は。そうです、その最終日。これだけ熱く盛り上げてもらったお二人です。嬉しいです。あのコーダイって聞こえてりょうちゃんって聞こえました。りょうちゃんも言うの。りょうちゃんも。りょうちゃん。もう大だけじゃダメよ。さあ、ではちょっと掛け声をさせていただきましょうか。皆さん準備はいいですか。いいと、しゃいきましょう。はい。